はい、風を感じながらの乗馬、とっても気持ちいいですね。今日は南相馬市にあるカリフォルニアライディングに来ています。いい、こちら今日の相棒はランバージャック君というんですが、日野さん聞いたことありませんか。実は福島競馬でも出走していた馬なんですよ。こんなかっこいい馬に乗れるなんて幸せです。ランバージャック君、ありがとう。よっこらせよっこらせよっこらせ、ありがとうございます。ランバージャック君、ありがとう。ありがとうございます。ということで、改めてカリフォルニアライディングの魅力をたっぷりお伝えしていこうと思います。スタッフの曽山さんです、はい、よろしくお願いいたします。こちら あの施設を楽しむためには3つのポイントがあるということなんです、うん、まず1つ目お願いします。乗馬です。はい、乗馬です。乗馬を身近に楽しんでほしいという思いで作ったこの施設、馬と触れ合うのもよし、さらに乗馬クラブの会員になることもできます。今だと9月末までの入会で入会金が無料ということです。あと2日、ぜひチェックしてみてください。さあ、続いて2つ目は何ですか。キャンプです。はい、日帰りはもちろん、テントの貸し出しもしているので宿泊もできますよ。人数やシチュエーションに合わせて様々なプランがあるので、アメリカンな雰囲気を楽しみながら、リラックスしてみてはいかがでしょうか。では最後のポイントなんですが、あれ、曽山さん、どこだろうどこだろうどこだろう、あ、いらっしゃいました。3つ目は何ですか。食事です。食事です。そうなんです、実はこちらのオーナーが飲食店を経営していまして、そちらの人気メニューやバーベキューセットをデリバリーすることができるんです。本格的なバーベキューを楽しむことができるんですよ。あ、嬉しい。こちらはですね、人気の牛豚牛バーベキューセットということでご用意いただきました。美味しそうです。早速いただいてもよろしいですか。はい、じゃあこちらの牛肉を、はい、醤油だれでお召し上がりください。ありがとうございます。うわ、見てください。肉厚な牛肉、ね、醤油をつけていただきます。熱そうだな。あ、一口でいった。こちら系列飲食店サンフェスタで一番人気のメニューでして、アメリカ産の赤身肉を使用しておるので、大変とってもジューシーで柔らかいです。そうですね、肉厚で。とっても噛み応えがあります、はい、本当に美味しいです。ありがとうございます。最高ですよね。さらに今日はジンギスカンのバーベキューセットもご用意いただきました。なんそしてそしてビールまでご用意いただきましたよ。最高です。ではジンギスカンもいただいてもいいですか。はい、じゃあこちらジンギスカン味噌だれでお召し上がりください。味噌だれ珍しいですよね。ではこちらのジンギスカンを味噌につけていただきます。食べられない肉ないんじゃないですか。ねえ、羨ましいですね。脂っこくないのでとっても食べやすいです。あっさりしていて美味しいですね。とっても美味しいです。ありがとうございます。いや、このいろんな種類のお肉楽しめるの最高ですね。そして最後に最後にビールをググッといただきます。どうぞ。外で飲むからいい時期になりました ね体に染み渡ります。なんて幸せなんですか。ありがとうございます。とっても美味しいです。はい、ありがとうございます。今とっても風が吹いていて気持ちいいんですけれども、はい、そうですね、これからの季節、はい、どんな風にこちらの施設楽しんでほしいですか。これからの季節、ちょっと今風は強いんですけども、まあ、キャンプ、デイキャンプするにはもってこいの季節となりますので、はい、あとこれから秋冬限定の山形芋煮鍋も系列飲食店サンフェスタからデリバリーすることできますので、ぜひ自然と馬に囲まれながらキャンプを楽しんでください。いいですね。芋煮会もこちらでできるんですね。はい、あ、なんかこの時期ね、皆さんと馬、そしてバーベキューをしながらワイワイと盛り上がる思い出作れそうです、はい、スポーツの秋、そして食欲の秋を堪能できる、カリフォルニアライディング、ぜひ皆さんいらしてみてください。以上、中継でした。斉藤さん、この時期の外で飲むビール、そしてやるバーベキュー、最高ですね。あのね、空気がカラッとしてね、喉が渇くんだよ、ね、いくらでも飲めちゃうんだよね。飲みすぎ気をつけないと、ね、気をつけましょうね、はい、あと小賀さん可愛かったですね、はい、いや乗ってみたい馬ね、
乗馬体験もして汗をかいて手ぶらでバーベキュー、はい、最高かもしれません。中継でお伝えしました。